どうも、狩猟冷ややっこです。突然ですが、この度、VTuber になりました。早速、お披露目をしたいと思います。チラッ。チラチラ。どうですか？一切汚れのない美しいフォルムをしているでしょう？全身はこのような感じです。これからは VTuber 系豆腐として活動していきます。皆様、応援よろしくお願いします。では早速ゲームを始めていきたいと思います。今回はザ・ハンターコールオブザワイルドというゲームをやっていきます。私はこのゲームをプレイしたことがありませんが、大自然の中で動物を狩猟していくというゲームのようです。早速、目の前に動物がいました。初期装備の弾は243オーガニックダイズで、文字外した場合でも、自然に帰る環境に優しい弾丸です。名前の通り、原料はオーガニックダイズですので、貫通力を考慮して、できるだけ近くから撃ちます。必殺、鬼は外、服も外。大豆の力で仕留めました。大豆のあまりの美味しさに昇天してしまったようです。血痕のように見えますが、これは赤い色をした豆乳です。このゲームでは血の代わりに豆乳が飛び散ります。では次のミッションに向かいます。目の前の展望台に行けばいいようです。ちなみに私には別衣装もあります。そちらもお披露目しますね。はい、というわけでお醤油バージョンです。気泡がついてしまっているのでちょっとだけ修正しますね。完璧です。うん、なんかスタッフが合唱していましたね。まさか。に映り込むな。ああ、真っ二つに切られてしまいました。右やっこがさらに半分にされてしまいました。右下やっこ、かわいそうに無理やりプルプルさせられるなんて。右上やっこ、お前まで。次は左やっこの番のようです。さらばです。左上やっこ、短かったですが、私の VTuber 生はここまでのようです。全国 1.2 億人の冷ややっこファンの皆様、今まで応援ありがとうございました。では、さらばです。